マスクッキング、今日やる料理はね、はいはい、モールちゃん生命のカップラーメン。はい、今日はね、久々にね、カップラーメンアレンジシリーズやります。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきますね。はい、主役のね、マルちゃん製麺ね、一つ。はい、それに、はい、ニンニク2個、それから玉ねぎ半分ね。これ、ちょっと小さめですけどね。はい、それから、はい、ニラを1羽分、これ2センチぐらいに切りました。はい、それに、はい、豚バラ肉100グラム。はい、この、はい、じゃあね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。まずね、豚バラちゃんはね、今日はね、ちょっとね、ニラと合わせるってことで、こんな感じで、大体そうね、3ミリぐらいの厚さにこうちょっと細めに切りますね。こんな感じで細く切ります。はい、それではね、玉ねぎちゃんはこんな感じで大体2ミリぐらいにスライスします。はい、そしたら、はい、はい、そしたらね、ニンニク2かけも、これは今日もこう薄くこうちょっとスライスしますね。こんな感じね。はい、今日はね、もうスタミナつけようと思って、ニンニクバッチリ効いたニラそば作りますよ。はい。はい、そしたらね、マルちゃん製麺さんね、はい、規定通りに火薬入れて、よいしょ。はい、規定通りに、はい、お湯を入れて、よいしょ。はい、ぴったりね。はい、そしたら、はい、この状態で、はい、この状態で5分間待ちます。よし、はい、そしたらね、はい、マルちゃん製麺がね、5分間待ってる間に上の具材を作っていきますね。はい、まず油大さじ1杯。はい。そしたらね、まずね、ニンニクちゃんから、はい、ピョンを入れて。はい、ニンニクに香りを移していきますよ、油にね。よし。はい、いい感じ。はい。はい、ニンニクのいい香り。はい。はい、そしたらね、ここで少し香りが立ってきたら、はい、豚肉ちゃん入れます。はい、そしたらね、先にね、ここで半分ぐらいね、豚肉に火が通ったところで玉ねぎちゃんも入れてます。はい、こんな感じでね、はい、豚肉に火が通って玉ねぎもね、半分ぐらい火が通ったところで、はい、ニラ投入します。はい、はい、そしたらね、はい、今日の味付け、はい、まず日本酒ね、はい、日本酒を、はい、大さじ1杯ピョン入れて、はい、そしたら毎度おなじみ、そうみりサンタン、はい、これをね、小さじ1杯ぐらいね、ピョン入れて、はい、で、ニラ入れたらね、早いですよ。そしたらね、これね、ブラックペッパー、ピピ入れて、はい、そんで最後にこれね、醤油ね。はい、醤油は大体まあそうね、小さじ半分ぐらいでいいよ。はい、こんな感じで、よいしょ。はい、もうニラ入れて調味料入れたら、もうあんまり火通さないで、はい、こんな感じで、はい、全体に味が絡まったら、はい、完成です。はい、はい、そしたら最後に、はい、ごま油小さじ1杯分ぐらいこう回し入れて、はい、これで上の方の具材は完成です。はい、ちょうどね、これで5分間経ちました。そしたらね、はい、規定通り5分間経ったんで、はい、マルちゃん製麺を開けて、うい、うい、しょと。はい、これでね、しっかりね、こう一回こう麺をしっかりこうやってほぐしてあげて、はい。そしたらこれね、はい、後乗せの、はい、スープ入れます。よいしょ。よし、そしたらこうやってね、味なじませてあげて、わー、もうこれだけでも美味しそうですけどね。はい、はい、そしたら、はい、まあ、出来たての、はい、このね、ニンニクバッチリ効いたね、ニラ炒めをこの上にたっぷりのっけます。はい、こんな感じで、はい、はい、ニラ炒めをのっけたら、はい、付属のね、海苔も、はい、こうやって添えてあげて、はい、美味しそうだね。はい、完成しました。はい、今日の簡単料理ね、はい、カップラーメンのアレンジで、はい、今日は
スタミナニラそばの完成でーす。おいしそう。よっしゃね、早速ね、食べてみたいと思います。はい、今日の感じはこんな感じだよー。はい、よいしょ、美味しそうに取れてますかね。こんな感じでーす。いやー、うまそうですね。よしよし、じゃあこれを食べる前にいつも通り、はい、チューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。もう毎日楽しい。へへい。てことで今日の感じこれだよ。こんな感じですよ。美味しそうに取れてますかね。うわー、めちゃめちゃスタミナつきそうですね。よし、じゃあいただいてみたいと思います。いただきます。いやー、このね、ほっ、じゃあまずこのニラちゃん、いただきます。めちゃめちゃ美味しい。もうニンニクバチーンと効いてて、もうめちゃめちゃこれスタミナつきそうですね。この肉とこのニンニク、ニラね、これは最強タッグですよ。で、それにこのマルちゃんゼーミンさんの麺、いただきます。いただきます。めちゃめちゃ合う、めちゃめちゃ合ってるこのスープに。いや、本当に美味しいですね。もうインスタントとは思えない、もう出来になっちゃってますよ。もうね、これからだん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 暑くなってくるんで、ちょっとスタミナつけたいなーなんて思ってる時にはもう間違いないですね。このもうニンニクバーン入れて、でニラですよ、で玉ねぎとね、このね、豚肉のコク、もうめちゃめちゃ合います。うー、いただきます。最高。で、まあこれはもう当然もうね、胡椒とかパンパンパン入れたり、あとね、辛いやつ、まあ、ラー油も合うし、多分一味とかもめちゃめちゃ合いますね。ってことで、はい、今日のこのカップラーメンのアレンジね、まるちゃん製麺さんのアレンジで、スタミナニラそば、ニラ中華、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。